ですっごい雨が降ってたんですけれども、なんとか止みました。海も大荒れです。さすがにテント張っている人は一人もおりません。こんにちは、ジュリです。今日は久しぶりにちづくん連れてきました。ちょっと寒そうにしてるかな。昨日の夜出発して、朝方実家の方に行きました。実家でちょっとゆっくりしてからキャンプ場に来たんですけれども、なんとか雨も止んでよかったです。みずくん、ちょっと風が強いからね、ちょっと寒いかな。今日は一泊楽しんでいきます。で、さっきまで雨が降ってたので、今日はもうテント内で過ごそうかなって思ってて、もうテーブルもテントの中に置いて、あとはコットとシュラフ、まあ、寒いのでストーブもしっかり用意しております。今日はこんなスタイルで過ごそうと思っております。テントも風ですごい膨らんできて、山ひろさんが大ロープとペグ打ち頑張ってくれて、なんとか大丈夫そう。多分大丈夫。すごい大荒れ。
鍋ができました、はい、今日はキムチ鍋です。ほんまにいつも毎回キムチ鍋です。これが一番手取り前、美味しい、それは美味しいですね。またよ、しんわりやな。風も気にしない、こんな音も気にしない、濡れてても気にしない、かわいい。メイスミユーズ、おーいい感じ、テントいいじゃん。なんかもうすぐ雨が降ってくるみたいなので、最後にお手洗い行ってきます。ちょっと遠いので、トイレどこ、トイレどこやったっけ。 あれは水事塔か。水たまりないね。でもヒールさんの後ろ姿、わっ、ゆずと一緒にシラフで寝たいと思います。もう半分占領されてる、ちょっと狭い。おやすみなさい、また明日。おはようございます。今7時前です。なんとか間に合った。ただ昨日の夜はすごい寒くって、何回か起きました。でゆずくんがシラフの中で一緒に寝てくれたので、まだその分は暖かかったんですけど、今日は天気も良くなりそうなので、テントもしっかり乾きそうです。Thank you.
昨日めっちゃ寒かって、で多分ね、あの今回初めてコットの上にマットを引かんかったな。あ、だからか、うん、だから下からの冷気がめっちゃ寒かった。そうや気づかんかった。気づかんかった、気づかんかった。じゃあ俺別にそんな寒ないやろと思って。めっちゃ寒かった。マットがない。いや私シュラフこれかぶっとんかなって思うぐらい寒くてさ。いや寒かったもん。そうや、全然違う範囲で。いやでも俺めっちゃ寒いし風入ってくるし、俺そうこれほんまにマイナス30度対応のシュラフと思ったらさ、下全開に開いとった。下全開けど、あ足のとこがのチャックが、うん、もう俺腰まで開いとった。めっちゃ寒い。いや気づくやろ。今回プレゼントしていただいたものがございまして、そちらがなんとですね、じゃじゃん、お肉じゃないよ。こちらです。あ、違いました。こちらです。こちらです。ヘリノックスのチェアです。お色はバーガンディーになるんですけれども、まさかのまさかのヘリノックス、びっくり。こんな豪華なものをいただきまして、豪華ですごい素敵なものをいただきまして本当にありがとうございます。愛用していきます。はい、これ見てください。二人して。そう、こうやって背もたれなんですね。なんかこういう海辺とか、ね、川とかゆっくりできるところではすごい重宝しそうなアイテムで大切にします。申し訳ないのと嬉しいのとで、ゆずくんも喜んでおります。ありがとうございます。イエイイエイ、めっちゃ幸せ、はい、幸せすぎる。なんかいただいてばっかりの人生で、でもなんかね、でもなんかこういうなんていうの、縁に恵まれてるっていうか、そうだね、めっちゃ幸せ、幸せです。そう、本当はこういうレンズ越しにね、お礼言うんじゃなくて実際ね、お会いしてあのちゃんとお礼言いたいんですけれども、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.
strikes by my window. It's my chest right in the morning.